これからダビスタアドバンスを始めようと思う。なんちゃってトレバー・バウアーです。牧場名はすでに決めている。宇宙にしよう。宇宙というと黒と紫な感じがする、なんとなく。最初の繁殖牝馬はスナッキーガール。これが宇宙の始まりなら。スナッキーガールは異次元の存在。多世界人かもしれない。父系は思いっきり異系なので、相手はノーザンダンサー系のクロスを狙うしかないか。最初は安馬。100万円台がいい。スーパーファミコン時、お世話になったアスワン。ノーザンテイストが入ると血が濃くなる。ダートでしぶとく稼ぎそうなグランドオペラにした。安定シートニアアクティックのクロスで爆発を期待する。無事生まれた。女の子。宇宙の始まりって何だったと思う？僕は寂しさだったのではと想像している。コミュニケーションするために言葉を生み出したのなら、言葉は人の寂しさを埋めるために生み出されたのではないか。そう考えると、宇宙の原動力は寂しさなのかもしれない。期待してみよう。次はどの馬を種付けしようか。テンビーなんていいかもしれない。グランドオペラと同じく安定シートニアアクティックに期待だ。二頭目も無事生まれたようだ。女の子。現状の世界は力の強い人間が支配する世界だ。異次元人のプログラムミスでそのような設定になったのかもしれない。優しい気持ちを持った人間が支配する宇宙もあるのかな？1月になった。優しさの能力を確認すると同時に繁殖牝馬のスナッキーガールを売却するべ？忘れていた。この世界は、残酷だった。コメントを確認。能力は期待できそうにない。スナッキーガールは300万円なり。2月4週に入球。藤尾馬を期待して藤枝厩舎で。6月までお任せ調教で行く。6月から僕が調教しよう。芝強め。7月福島デビュー。デビュー戦はダート 1000m。 ジョッキーは牧原ジョッキーにしよう。女性。寂しさを埋めてくれるかも。追い切りはダート馬なり。寂しさは希少何個目だけ出たのだ。寂しさが募ると希少難になってしまうのは人間でもよくあることだ。やはり新馬戦は強敵が集うので初めから期待していない。無事に回ってきておくれと言いながら先方は逃げを指示。我ながら鬼畜だ。スタートからついていけないか。
4コーナー最後方。実はダビスタアドバンスではタイムオーバーのシステムが導入されていて、再開、心配だ。タイムオーバーは免れたようだ。ダート調教でスタミナを補強。2戦目は札幌の2歳に勝利。ダート 1000m。 ジョッキーはイケメンに騙されてみるか。寂しさの寂しさを埋めてくれるのは誰なのか。なんとか束のお尻にくらいつけ。やはり再開争い。今回はブービーだが、一等に勝利することができたのだ。3戦目は9月3週札幌ダート 1000m。 イケメンは優しかった。心の隙間を埋めるための人生です。必死にもがき食らいついている。だがやはりスピードが足りない。寂しさの方は競走馬に向いていないのだ。だが必死に走るサラブレッドの姿は美しい。